こんにちは、荒木和弘です、えー。今日これ撮ってるのは10月の1日日曜日になります。で、えー、昨日9月30日に、えー、神戸、えー、三宮で、えー、予備役ブルーリボンの会主催で、えー、朗読劇とシンポジウムが行われました。この、まあ、田中稔さんと金田達光さんをテーマにしたもので、 お二人は神戸市内の児童養護施設で育ったということでですね、地元から声を上げようというようなお話にした次第です。で、まあ、これをですね、きっかけにしてこの問題を改めてクローズアップしていきたいと思うんですが、まあ、今日はそれを含めて、兵庫県のお話ということになります。 兵庫県は、あの、瀬戸内海から、えー、日本海側まで、えー、両方面している県なわけですけれども、まあ、特に我々が最初注目をしたのは、 神戸市の名田区ですね。これはの埼玉県の川口と同様に失踪拉致に関わるようなことが非常に多い場所ですね。しかも神戸の中でも阪急六甲の駅を中心とした地域にそれが固まっていると。これは有本恵子さんもそうですし、それから田中稔さん、金田達道さんのおられた養護学校も そうですし、秋田宮さんのいなくなったところとかですね、加藤さゆりさんのご自宅とか、まあもう本当にいろんなものがあります。それから、田中美濃さん、金田達美さんを拉致をした、えー、まあ、あの、北朝鮮の工作機関、 のですね、主要メンバーの一人の家もこの近くにあったということでですね、えーまあ、非常に怪しい地域ではあります。でただもちろん、この神戸だけではありませんあの。こちらから西の方へ行きまして、あの加古川とかですね、そちらの方でも、萩本さんとか、 え、失踪してる方で、非常に怪しいと思われる方ございますし、で、また、あのー、日本海側もですね、えー、豊岡の周辺とか、 あの、やはり、いろんなことが起きてるんではないかなというふうに推測される場所があるんですね。えー、秋田宮さんの失踪した場所は神戸の灘区、えー、松陰女子大のお、まあ、出たところ、校門が、あの、一応最後のお目撃をされた場所で、まあ、その後夜1回電話か,かってるんですけども、その、翌日、 えー、かと靴がですね、発見されたのはあの、日本海側の竹の浜というところです。で、まあこれも本人は言ってないはずですで。別のところから連れ出されたんだろうと思いますけれども、やはりあの、そういう工作機関が動けるようなものがあるということなんだろうと思います。 で、えー、前に鳥取県のところで言いましたけど、鳥取県って西部地域にですね、いろんな事件が集中するんですね。で、えー、まああの、もちろん鳥取などの東部の地域にないということはも言えないんですけれども、こう数としては少なくなる。で、その後が、この隣は兵庫県ということになります。そこでまた増えているという、まあちょっと波があるんですけども、まあその波の一つではないだろうかと思います。 で、まあ、あの、兵庫県というのはですね、これもある意味、何かの理由で在日の総連系の大きな拠点であろうと、もちろんあの、在日の居住者もたくさんいます。で、たくさんいるということは、その人たちの中に紛れ込んで、工作の基盤を作るということが可能だと。 いうことなんですね。やりやすいということなんだろうと思います。で、あの、まあ、あの、時々、何でもかんでも在日悪いっていう人がいますけども、そんなことはないわけで、えー、大体の人も普通に生活をしてるわけですね。普通の、まあ、市民として生活をしてると。で、ただし、その本人が悪意を持ってるかどうかは別として、北朝鮮に行った親族のいる家族というのは、もう人質です。 えー、要は、その、身を保障して欲しかったらば、協力しろ、ということがいくらでも言えるわけですね。で、北朝鮮っていうのは、もともと在日って全く信用してません。えー、だからこそ、金正恩の母親、コヨンだって名前が出てこないわけですね。これ出てきて、在日の出身だと分かれば、もうそれだけでですね、えー、一気に格が落ちてしまう、ということで、それができない。 というほどですから、いわゆるもう一般の人の機関事業で渡った人たちにすれば、なおのことということになります。で、そういう人たちを使う基盤が、あの、多かったのではないだろうかと。<laughs> で、まあ、そういう中でですね、あの、本当思うんですけれども、今、総連側でこの活動をしている人の中でも、も決して、 えもう確信犯、もう絶対にこれが正しいんだと、えー、祖国のために尽くすんだとか言ってやってる人の数というのは、おそらくそんなにいないと思います。まっ、あ、くゼロってことはないと思いますけども、それはあんまりいないんだろうと。やはり多くは、もうその <laughs> 向こうにいる家族のこと、あるいはですね、 えー、まあ、そっから外れてしまうと、もう、ソ連のコミュニティの中から外れてしまうことによって、えー、自分や家族の生活が立ち行かなくなるとか、そういうことの人が非常に多いのではないだろうか。私は、あの、そういうふうに感じてます。えー、ということはですね、あの、反対があろうが何だろうが、ともかく、これに対してちゃんと原則的な対応をすると。 まあ兵庫はあの朝鮮学校への補助金のことなんかもいろんな問題になってますけども、そういうこともきっちりとですね、やっていくことによって、逆にそういう人たちを救うということにもなるのではないだろうかなと思います。<laughs> 綾部の駅前でですね、友達と別れていなくなっている西安さん。ここなんかもう本当にですねあの、山の中っていうか、もう内陸ですよね。 で、日社西田さんに関しては、おそらくこの人ではないかという写真が、あの、出てきて、います。で、そしてまた、この地元の在日絡みのですね、関係もいろいろ取り沙汰をされているところです。だから、まあ、どこでもあり得るということで、私たちはそういう意味では、もちろん被害者を作らない努力、 をしなけけければいけませんけどもやはりもう一つ加害者も作らない努力というのが必要ではないだろうかとそれは単にあの在日の問題でですねだから差別しちゃいけないんだっていうところにこう逃げ込んでそしてそれによって正しいことと正しくないことをしっかり分けないということが問題であってやはり悪いことは悪いんだということでちゃんとやっていくことがですね あの社会全体健全にしていく、えー、ということではないだろうかなというふうに思います。まあ、神戸本当にですねえー。あちらでもこちらでもいろんなことが起きているところです、えー、改めてまあ、特にこの神戸市灘区などですね注目していただいて、あの合わせて田中稔さん、金田辰巳さんのこともこれからあの一気にですね。 え、広げていきたいと思っておりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。